今回は、こちら初めてカメラバッグを購入したので開封レビューします。こういった形で、プチプチにくるまれて配送されてきました。はい、プチプチ取るとまた、袋に入っておりまして、ピークデザインのカメラキューブミディアムっていうバッグを購入してみました。で、まあ、こういった説明書きの、まあ、マニュアル的なものがついてます。で、カバンの方を見ていくと、まあ、こういった大きさのキューブ型のカメラバッグになってます。で、これはキューブ型のバッグで、これ単体で持ち運ぶわけではなくて、このバッグをスーツケースか何かに入れてカメラを保護するためのバッグです。まあ、カメラバッグっていうと大抵リュック型のバッグを想像するかと思うんですが、リュック型のカメラバッグっていうのは、まあ、興味がなかったんですけど、このようにスーツケースに入れて持ち運びできるカメラバッグでしたんで、これだったら使えるかもしれないなということで、このバッグ購入してみました。で、ここを開けるとまずこういった形で、中に仕切りがあって、カメラとかレンズが収まるような感じになっています。で、こちらのファスナーを開けると、こういう形で横から行って、まあ、カメラが取り出せるっていう感じになってます。反対側も同様で、こういった構造で横からカメラを出せるような感じになってます。で、横はこういった持ち手がありますね。こういったフックもあって、何か引っ掛けて固定するようなフックがあります。反対側にもこのような持ち手があってフックがあります。で、中の仕切りはこういった形で自在に外したりして、まあ、いろんな形に形状を変えれそうな感じになっています。はい、このように、仕切りパーツを全部外すこともできます。で、この仕切りパーツの中にこういった付属品がありまして、中には、こういったフックが入っていました。このクリップ自体はこの横に引っ掛けてこういった形で取り付けられるようになってまして、で、別のピークデザインのバッグと組み合わせた時にこうくっつけられるような形のフックになっております。まあ、普通のバッグとの組み合わせでは使わないものになります。仕切りの方を見ていくと、まずこういった大きいのが2枚と、この中間のものが2枚と、あと一番小さいのが4枚入っておりました。では実際、旅行を想定してカメラ機材を入れてみたいと思います。ではとりあえず、まあ、α9 と、このビデオカメラとレンズ3本ですね、大きいのが2本と、あと APS-C 用の、まあ、レンズ、ちっちゃいやつちょっと入れてみます。じゃあまずカメラの方は横からも出せるように、まあ、ここに配置したいと思います。ここが折れ曲がるようになってるんで、こういう形で仕切りをつけますと。もう片方は、これは反対側に向ける感じですね。まあ、こんな感じでとりあえず入れてみました。これは SEL24105G のレンズですが、これを縦に入れるとどうなるかというと、このようにちょうどぴったり入ります。で、仕切りを1枚入れます。
今度はこの STL24210 のこれも大きいレンズですが、これもまあ縦に入りますね、うん、問題ないんでこれで仕切りますと。であと SEL の10-18、まあ、これは余裕で入りますと。ただちょっと小さいレンズだと逆にこんな感じで動くスペースができてしまうんで、ここには何かプチプチとか入れた方がいいですね。であとビデオカメラはまあ例えばここにこういう形で入りますと。ビデオカメラはまあバッテリーを外せばこういった形で入れることができますね。でじゃあとりあえずここに仕切りを入れますと。はい、で、まだまだ余裕があるんで、最近購入した、マビックエア入れてみます。はい、これも余裕で入りまして、あとこの充電器とか入れて、あとこのリモコン入れまして、あと予備バッテリーとか入れますと。はい、こういった感じで、コンパクトにまとまります。で、横から開けるとこういった形でカメラをスッと取り出せます。でまたこういった形で入れることができますと。これやっぱいいですね、うん。で開けるとこんな感じで入ってますと。まあ結構深さもあって、こういった巨大なフルサイズレンズも縦に入ってしまうんで、まあ、収納力は抜群にいいですね、うん。で、こういった、スーツケースにとりあえず入れてみます。で、こういった形で入りますと。でこういう仕切りあると思うんですけど、こういった仕切りにも干渉することなく入れることができます。このバッグ自体はまあ質感も良くてクッション性もいいので、カメラの保護バッグとしてはまあいいなと思いました。で結構コンパクトな割には容量が12リッターで、このような形でたくさんの機材を入れてひとまとめにできるんで非常に便利ですね、うん。まあさすがピークデザインだけあって優れたバッグだなと思いました。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。